インターンの記録1ヶ月目2016年12月、ある日突然タイに来ることになった。まさか来ることになるなんて思ってなかった国。簡潔に言うと、私はジュリエットさんのインターンになった。そのジュリエットさんは水原希子さんのアシスタントだ。今日、希子さんはタイに広告写真の撮影にやってきた。幸運なことに私もついてくることになった。私の主な仕事は近くで希子さんのお世話をすること。疲れたり喉が渇いたり、ジュリエットさんが私に頼んだもう一つの仕事は、舞台裏を観察してビデオを撮っておくこと。ジュリエットさんは、これがあなたには一番勉強になるよ、すべて撮影しておいてね、と言った。撮影チームは私が想像していたよりもかなり大きいものだった。私たちはバンコクのセントラルエンバシーというデパートで撮影した。私は撮影チームに加わるのは初めてだ。 YouTube で見たことはあったけど、実際にカメラの前でたくさんの人がじっと立っているのを見るのは不思議な感じがする。モデルになるというのは私が思っていたより難しいことだ。私たちが見る一枚の綺麗な写真は、希子さんが40回以上も首を振ったものなのだ。彼女の代わりに首が痛くなってきた。でも希子さんは全然疲れて見えない。タイの冬は人がみんな汗をかいているのが面白い。希子さんは汗をかくときでさえも綺麗だけど、私は心配になって希子さんの近くに行き何度も聞く。もし彼女が倒れたら、ジュリエットさんは私を叱るだろう。ここでの撮影はおかしなことが多い。なんでバゲットに線香を立てるのだろう。照明さんが言うには、この撮影は寒い雰囲気を出すためにヨーロッパのパンをお供えしたらしいけど、全然意味ないと私は思う。デパートに入るときはいつも嬉しい。中はとても広く、自分が小さい存在に感じる。休憩のときタイ料理を食べさせてくれた。日本ではタイ料理はとても有名だ。特にパクチー。私は本物のパッタイをこの目で見れて嬉しい。けれどパクチーは入っていなかったので残念だ。希子さんはたくさん食べた。お腹がいっぱいで少し眠そう。けれどどんな気分であろうが、撮影の時間が来ると希子さんはまたプロフェッショナルに笑って元気になる。私は見知らぬたくさんの人たちが集まっているのを見るのが好きだ。つまりこれが運命ってことの意味だと私は思う。この世界には人を動かし引き合わせる何かがあって、約束しなくてもある場所で出会うことになる。私たちがその日誰と会うのかなんて、どこへ行くのかなんて誰も知らない。だけど一旦起こったことは人生にとって何らかの意味を持つ。何が私をここに連れてきたのか私もわからないけど、来れてよかった。